勇者起きたおはようここは僕の巣だよ蜂蜜みのいい匂いがするでしょ俺、なんだか不思議そうな顔してるねなんで自分が生きているのか理解できないって感じかな <laughs> うん、昨日の戦いに勝ったのは僕だよ勇者、君は負けたんだ 君は確かに人間にしては強かったけどスピードもパワーも魔力も全てがこの母より劣っていたまあそのことは君もよく分かってたとは思うけどねだからこそあんな風に魔力も生命力も使い切るような無茶な戦い方をしたんだよね僕と相打ちすることでも狙ってたのかなほんとすごい覚悟だよ 君は勇者勇敢なるものだから民を見捨てて逃げることなんて <laughs> できないわけだでもそれも今日でおしまい今から君は勇者を辞めて僕のお嫁さんになるんだよそうだよ僕は君のことが気に入ったんだだからお嫁さんにしようと思って生かしておいてあげたんだよんー別に 男は好きなわけじゃないよ。男とか女とか、そういうのはどうでもいいんだ。勇者、君が君だから好きなんだ。その高潔な心を、ドロドロのぐちゃぐちゃに落としてあげるのが、僕はたまらなく好きなんだ。ふふ。今一生治めたね。見逃さなかったよ。怖いの怖なの恐ろしいの 安心して。何も怖いことはないよ。僕の毒液で君のことを虜りこにしてあげるだけだからさ。大丈夫。痛いのは最初だけだよ。ほら見て。僕のお尻のところにあるぶっとくて立派な毒針。この毒針から君のこと幸せにしてくれる甘い毒を注入してあげるからね。 君のの体を女の子に作り変えてくれる。とっても素敵な時だよ。女の子になった後は僕がたっぷり可愛がってあげるからね。もう戦う必要もないし誰かを守る必要もないんだよ。君は僕のものになるんだよ。僕に可愛がられるだけの存在になるんだよ。可愛いい服もたくさん用意してあげるからね。<laughs> 大丈夫だよ。品のない大胆な服を着せたりなんてしないからね。おとなしくて、上品で、君によく似合いそうな、可愛い服しか着せたりしないからね。おれおれどうしたの優しくしてあげるって言ってるのに。なんでまだそんなに怖がってるの女の子に変えられちゃうのが怖いそれも心配ないよ。 他の子はじめはそう言ってたんだけど僕に毒液を注入されてるうちにメスになっていく喜びに目覚めたんだってだから何も怖いことはないからねもう怖いことはないって言ってるのにそんな怯えた顔されると僕我慢できなくなっちゃうよはじめはちゃんと優しくしてあげようと思ってたのにでもごめんね 勇者のそんな顔を見てたら優しくする余裕なくなっちゃった無理やり毒液注入しちゃうね <laughs> 姫もとっても可愛いよ <laughs> やだやだってだだっこみたいで可愛いいねねえ勇者今どんな気持ち君はたくさんの人を救ってきたのに君がピンチの時には誰も助けに来てくれないんだよ怖い悲しい それとも絶望してるこーら。暴れちゃダメだよ。暴れたら痛くなっちゃうかもしれないよ。ほら、力を抜いてじっとしてて。じゃあ君の中に僕の毒液たっぷり注入してあげるからね。それじゃあ、行くよ。<laughs> どう僕の毒液注がれた感想は。<laughs> 勇者っててばすごくいい顔してるよとっても幸せそうな顔だね幸せすぎて口がだらんって開いちゃってるよだらしないお顔だねあ顔顔隠しちゃダメだよもっと可愛いい顔見せて体の方も変わってきたねもう僕の力に全然転向できなくなってるねほら 腕のお肉も柔らかくなっちゃってプニプニになっちゃってるよプニプニプニ柔らかくて気持ちいいねどうだった痛いのは最初だけだったでしょあとはすっごく幸せな気持ちになれたでしょねえ勇者僕の毒液をもう一回注入されたら君は完全にメスになっちゃうんだでも これ以上、毒液を注入されなかったら、男に戻ることもできるけど、どうしたいまだ間に合うけど、どうする勇者に戻りたいそれとも、僕のメスになりたいえそんな小さい声じゃよく聞こえないよ。もっと大きい声で、ちゃんとメスらしくおねだりしないと。 もっと毒液注入してメスにしてくださいってほら言って恥ずかしがってないでちゃんと言えよ <laughs> よく言えたねえ偉い偉いじゃあご褒美あげるね